今回は間違った歴史は潰さないといけないな。に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。高氏参上。これは高氏の参謀絵になりますわ。史実補正の最大活用法。ナレーションを踏みつぶして改ざんすんじゃねえよ。アニメとかでどう表現すんだこれ。ナレーション、こうして、河野諸直は討ち取られた顔じないみたいに割り込んでくるとかね。正直間違った歴史が足利の足で潰されるシーンは良い意味でゾッとしたな。ナレーション踏みつぶしのところ理不尽って感じでよかった。越後の戦い諸直勝つんじゃないの？からのナレーション踏みつけは漫画ならではの演出で好き。でも実際諸直は石野では死なないからねー。でも多分解説の先生方もマジで何もないと作者もチャリで日帰りしたに比べれば幾分か演出しやすいから。これはさすがに、その場にいないはずの人間を出すのはダメじゃない？大まかには史実よりとはいえ漫画の展開のためにちょいちょい改変はしてるし別にダメってことはないだろ。完全史実再現の漫画ですとは誰も言うとらんし、ここでも諸直が死んでたらどうすんだってなったかもしれんが。史実だと疲弊した顕家軍をただ物量差で打ち破っただけだから、漫画的に面白みには欠けるんだけど諸直がダサすぎるから高氏出てくるのはちょっとな。高氏が出てきたことよりも諸直がダサすぎる。まあ歴史ものみたいなら太平記見ればいいしこういう解釈は若干気にはなったがナレーション踏みつぶしは良かった。高氏のめちゃくちゃさの表現としていいわ。これ顕家を高氏が倒したことになるんやろか。フィクションとしては高氏のボス？かい？としての倒しづらさが強まって面白くなるならええ。何気に顕家たちでもめちゃくちゃ強いんか、史実でもそうなの？先週の比企の顕家すげえ好きだったから改変するにしても生存か？敵対からのこれは裏切られた、史実バレしてたから耐えられた。それはそうと忠義がうるさいと言ってるの笑う。もう高氏猛進諸直と高氏のストッパー役忠義の対立構造が見えたな。今なら忠義しかおらんから今日取れるんじゃね？桃の糸とかがついてるから大丈夫やろ。そもそもこの気を逃さず別動隊で今日落とすとかできるような将が南朝にはもういない。え？この後も諸直と弟くんと殺し合いして高氏が河野兄弟見捨てるんですか？このセリフだし恐れを吸収したら高氏としてはもう諸直も清原国士と同じ使い捨ててもいい駒になったんだろうな。弟には怖いこと内緒にしてるっぽいのは何なんだよ。勝手に抜け出すと忠義がうるさいんだよなって言ってるので少なくとも今のところは高氏に対してある程度の抑止力があるよね。自分のペースで自由気ままに歩くのを邪魔されるのが大嫌いな高氏にしては破格の扱い。やっぱ分身とか一心同体とかの発言にはただのブラコン以外に理由があるのでは。こんなこと言って弟にガチで恐れられたら大泣きしそう。なんなら弟のことも見捨てるぞ。間違った歴史は潰さにゃならんからな。諸直脱世という気持ちとなぜかこの時だけ神に感謝する歌を読んでるというのをこう話に生かすんだというシナリオへの関心がせめぎ合う。諸直って今作では虎の尾を狩る狐っぽく書かれてるけど普通に有能ではあると思うんだかな。だからこそ何かしらの契約を考えてるものだと思ったがまさか高氏に頼りきりだとは思わなんだ。そもそもこれは足利高氏だとされる絵が実は河野諸直を描いた絵じゃないかってところから来たるネタだよ。諸直が読んだ神の歌も高氏への歌だしこいつが知性すぎひん。すべての人の恐れが欲しいって考えを知った今なおさら、お前は我が分身がリップサービスであることを願ってしまう。高氏にとって諸直は確かに腹心の部下ではあるけどもそれと同時にその他大勢の中の一人でもあるみたいな感じに見えたな。河野兄弟のなかなか見れない顔、忠義がうるさい以外にももっといろいろ気にかけることあるだろ。逃げ上手世界の諸直の根っこが見えた感じは好き。この足利高氏烈風みたいなことしよるなってまあ面白く読めたけど石津は普通に河野兄弟と細川の手柄でよかったのでは、と思わなくもない。いやでも高氏 VS 顕家は好カードすぎて歴史好きとしてもちょっと上がる F だぞ。北畠顕家という南北朝有数の名武将の最後の相手としてこれ以上ないしワクワクしてきた。今回の天下る荒木鏡の印あれば読み高き名は荒晴れに蹴りはググったら、諸直が石津の戦いの後に住吉社に立ち寄って呼んだって出てきたから、この荒木鏡を高氏が救援に来てくれたという解釈にしたんだろう。逃げ若では諸直が高氏だけを神と見ているのは前々回から描写してるからそれと今回の死が高氏登場の伏線だったんじゃないか。フェイトか週末のワルキューレみたいだな。足利高氏 VS 北畠顕家とかマジの頂上決戦じゃんねえ。
高氏がクソ怖いラスボスなのも諸直が強調なのもいい。式場武者像をうまいこと使ったなと思う。それはそれとして諸直お前この後どの面下げて忠義たちと出会うんだってなった。自分のことは棚にあげておら突き続けても急に態度変えてもどっちにしろダサくね。崇拝する神以外からは何を言われようともノーダメージでこれまでと変わらないとか楽に常に私服状態でまともに話ができなくなるとか自力で勝てずに崇拝する神の足を突っ張りやがってってのが忠義を見下して排除しようとする理由だったのにお前も同罪じゃねえかっていうね。まあ神の右腕はこの俺っていう市場と私欲100でもいいんだけどならお前合理主義者返上しろよってなる。こんなに高氏におんぶに抱っこで敵陣営もうちょっと格高くあって欲しかったなとは思う。圧倒的な連戦で疲弊しまくってた設定の秋家軍が史実ほど数べらしてないんだからこの展開でも別に不思議はないというか、むしろあれだけ数残ってたのに諸直に負けましただと秋家しょぼすぎとなるし。散々生きてたから死なないんならちょっとはかっこいいとこ見せてくれよとは思った。高氏が意外とやる気のあるキャラでびっくりした。間違った歴史は正さなきゃって、気概がすごい。先週のを見るにやる気なのは高氏の意思じゃなさそうじゃね。何かが囁いてそそのかしてる、みたいなのは最初からあったよね。逃げ若の高氏は14歳で多分心力インストールされて積極性が生まれてるのでちゃんとやる気があるキャラではある。もともとの足利高氏の人間性とはずれてしまっている。諸冬か高氏汁でバフかけた諸直が秋家を討ち取るんかなと思ってた。松井先生に発想のスケールで及ぶわけがなかった。まあまあ体張るなこの征夷大将軍予定。まあ高氏が体張るのは史実からしてそうではある。裁判年で自分で騎兵率いて敵の本陣に突撃とかするんですよこの征夷大将軍。敵の本陣息子の本陣。敵の本陣にどうしてもやりたい奴がいるからな。対忠義所詮矢印忠義の陣営が見えるところにずっといよう。お前ら絶対忠義の本陣に攻めるなよ。対忠義に攻め矢印お前ら絶対忠義は行かせよ自分から突撃はしない。対忠冬戦矢印最前線に出て本陣に突撃する。高氏自ら突っ込まないとまずい相手忠冬ってこと？っていうか高氏って忠冬に限らず基本的には結構前線に出て戦うっぽいんだよな。あんな理不尽な強さなのに弟がうるさいから黙っててねとか言ってるの面白い。そして弟に怒られることそういう態度をするを許してるのもやばい。分身だから恐れてほしいわけじゃないから。こういう理不尽なキャラは松井優勢だなって感じで好きだよ。傍若無人なネウロの拷問とか、あまりにもめちゃくちゃなコロ先生の行動とか今回はそれが敵側に来ているだけなんじゃないかな。まあそれが敵の行動ってなった瞬間に脅威度爆上がりするんで気が抜けないけど。漫画ならではの演出大好物なわい、王冠に。いいよね有利な時になぜかクソ強い奴が現れる展開。いやいやいや、南北朝の主役は高氏だぜ。むしろ味方の絶体絶命のピンチに駆けつけた完璧で究極のヒーローと言えるな。おいそのフラー、はなんだ。高氏は強けれは強いほど上がる。若君サンクスの木正重、な。やばいだろこいつ。まあ普通に賛否分かれるよなぁと思いつつテンション上がる展開だわ。こん時は歌読んでたって理由付けもしてるし。この時以外は読んでないってことはさすがに今後の戦は諸直を自力で勝つんかな。正直自分はこの展開喜んでる。なぜって義貞と高氏の最後の一騎打ちが見れるかもしれないからだよ。歴史の勝者絶対的主人公が敵側になったらクソめんどくさくてガチで理不尽だよっていう話。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。